これでゴブリン討伐の依頼は完了かな。結構時間がかかっちゃったね。お疲れ様でした、グラン、ジータ。これで町の奴らも安心できるな。しかしグランもジータも働きすぎじゃねえか。カタリナも心配してましたよ。依頼を受けるのはいいけど無理してないかって。今回は飛び込みの依頼だったけどよ、姉さんたちやみんなと一緒にやってもよかったと思うぜ。まあそうなんだけどね、近頃は大きな混乱も起きていなかったし、気分転換にいいかなって思って。団のみんな、特に記憶が改ざんされた人には少し休んでいてもらいたいから。私たちは鍛錬になるからいいよね。脅威はまだ去ったわけじゃないからね。こうしている間にもベルゼバブがまた何か計画してるかもしれない。うん、それにベルゼバブが別れ際に言ってたルシファーの件も、もし本当にルシファーが目覚めたならきっと、うん、絶対に大変なことになる。そいつがジータの世界を滅ぼしかけたんだよね。僕たちももっと力をつけないと。嬉しいね。俺が敬愛するビッグボスをそんなに評価してくれたなんて。この声はベリアル。久々だってのにもうギンギンに。元気だな、得意点たちは。期待に応えられそうで嬉しいよ。君たちに紹介したい人がいてね。何？ルシファー。この男がルシファー。この野郎、やっぱり復活してやがったのか。提案なんだが、やり合う前に歓談でもしないか。ほら、夜空の星でも眺めながら。前はドタバタしてたからさ、互いの解像度を高めておいた方が本番も盛り上がるってもんだろう。訴求性の検証を行う。お前は待機し、黙って。おっと、それじゃファーさんの仕事ぶりを堪能させてもらおうかな。グラン、構えて。今まで戦った何よりも強いよ。分かった。お前という存在を消し去り、真のゼロへと至ろう。空に終末をもたらすなんて僕は認めないぞ、ルシファー。信じてます。ぶっ飛ばせ。来い。検証を開始。パラダイスロスト。グラン、ジータ。得意点は見た。これまでとは前提条件が異なる。多少は期待できるか。お願い、ルリア、今だ。あくまでも抗えキーム。大戦国中うっとうしい。だって凄まじい力だ。ルシファーの力、私たちと全然変わらない。私たちだけじゃ目障りだ。ドライブバースト。隙だらけだ。ソフィスガン、ここがお前たちの限界だ。ジータともつながってるせいなのか。ルリアは僕ともつながっているから。くそ、体が共有状態が二重になっているのか。本来はありえない。
不具合のような挙動のようだが、まあもはやどうでもいい。消えろ、ルリア。シータ、僕が守らないと。クソ、相棒に手出しはさせねえ。ここはオイラが。パラダイスロスト。お疲れさ。島一つ落とすなんて、ばあさんも相当溜まってたんだな。仕留め損なった。え、島ごと破壊したんだぜ。いいとこ空の底に落ちてったんじゃ。なるほどな。ここまでは想定内だが、神め、相変わらず不愉快が過ぎる。得意点の追跡はしない。ゼロポイントへ行き、終末計画を再始動させるぞ。続きは部隊を整えてからってことか。 OK、 付き合うよ。